まあ、やっぱり平成14年にちょうどこっちの南富良野から富良野市に移ってくるときに有限会社として法人登記して、そこからうちの会社っていうのは始まってきたんですけど、まあ、初めの頃はその地域の別のところでこうアルバイトとかしながら、まあ、半分その山林の仕事で、まあ、半分まあそういったアルバイトとかでこうしのぎながらこうずっとやってきたっていうのがあるんですけど、まあ、そういったことをこう積み重ねてきて、まあ、そうですね、だいたい 6,7 年前ぐらいから一年中山に関する仕事でどうにか会社を回していけるような状態になったっていうのがありますね。林業っていう業態っていうのはやっぱその人材育成っていうのが非常に難しくて、今もうちこう人材を教わっていくことにこうかなり苦労してるんですけど、まあ、今の段階で言えばまだ思いを共有して山林ってい こう危険な仕事に携わっていけるような体制作りの段階かなっていうふうに思います。やりたいこととしてはやっぱりとりあえず丁寧な仕事ですか、山林に関してやっぱり特別な思いを持ってやっているので、まあ、それを持って地域の山林を良くしていきたいっていうのがやはり一番の、まあ、うちの会社としての、まあ、根本というか特色になるんじゃないでしょうかね。札幌に限らず旭川も帯広とか、まあ、全道各地に向かってこう、まあ、比較的バランスよくどこにでも行ける拠点としてはいいのかなっていうのを初め考えていました。で、実際に過ごしていく中で札幌とかの都会に比べたら、まあ、いわゆるないものっていうのは結構あるんですけど、その中でも、まあ最低限その生活に対して求めるようなものっていうのは全て揃っていますし、なさすぎずありすぎずっていうようなまあバランスの良さ、その辺はすごい気に入ってますね。あとはやっぱりその自然状況とかそういう意味での素晴らしさっていうのはやっぱり他の地域よりもかなりいいものがあるんじゃないかなっていうふうに思います。やはり一番はその地域の中で自分がどういうふうに生きていくかっていうビジョンがないとやっぱり厳しいのかなと、働いてお金を稼ぐってことが結構大切だと思うんで、そういったビジョンのないままに、こう飛び込んできても結構難しいのかなって思いますね。いい部分ばかりを見てこう入ってくると実際にその住んでみた時に苦労するのかなっていうのもあるので、まあいきなり飛び込んでくるんじゃなくて事前に何回か行って、まあ、その実際はどうなんだっていうところをもっと入念にやっぱり情報収集してから考えるべきかなっていうふうに思いますね。